片山萌美さん、 G カップ。大学在学中の22歳の時に第44回ミス日本コンテストに出場し、ミス日本ネイチャーを受賞しました。23歳で週刊プレイボーイでグラビアデビュー。25歳で自身初の始球式に登板。タイに負けない豪快なフォームで会場を沸かせました。始球式の2ヶ月後に発売したファースト写真集人魚では、手ぶらなど大胆に肌を晒し話題に。そして2017年、26歳で片山さんの全てをさらけ出した衝撃の写真集ラシンが発売されました。なんとシースルードレスからはバストトップも部屋も透けて見えちゃってるんです。脱ぐことに関してどう思っていたか聞くと、前々からいろんな人に脱ぐと何かが変わるよと言われて少し期待していたそうです。しかし実際は何も変わらなかったとのこと。なんだか芸能界の闇を感じますね。ただご本人はいい作品作りのためには脱ぐことを厭わないとおっしゃっているので、根本は熱い女優魂があってのこと。その心意気を感じることができる作品が R 指定映画、富子の足。片山さんの美しい体と体当たりの演技をご覧あれ。終わり。